西島ぜ、あんたの考え聞かせてもらう。ここは老いの海。さあ、老いが見つかるかの。ここは勇士。どこに隠れた。珍しい、竜が老いに挑んでくるとはの。まずはあんたを超えるべきかと思ってね。シャマスだ。よし、引き時を探せ。今やシメさん、また一つ鬼色の石が積み重なりて。こりゃかなわん、うん、なんたる妖精へと逃げ込んだ。近頃は若者の勢いがまっこと盛んよ。嬉しいことじゃ。悪いが、俺はあんたの先しか見てない。真田があんたを訪ねたらしい。じゃが、老いの助言など必要なかった。我が主よ、どこぞへと避難してくだされ。戦の末はいつ見てもあっけなか。また一つ鬼色の石が積み重なりて。今も昔も変わらぬのは酒の味くらいじゃ。今やシメさん、早とだまし。イカズチがなびいたと見りゃもう終わっとる。気配を隠すは島津の技よ。先回りせよ、陣を占拠するのだ。次、今の場合は持ちこたえろよ。今一度その刀を収め、己に問いかけられよ。まだまだ白旗ば上げやせん。慌てんな、少しの心境を報告せよ。やはりその日に伏せとったとね。なるほどな、始末殿も出たがるわけじゃ。それがしと出会った、それが貴殿の失策だ。どうした、疲れが見えておるぞ。
さこそ俺の本質。変わりはしねえ。さすが人、今さらだけど酷暑なんだよな。頼む、誇り高き者の二つよ。了解っす。勝負は髪の毛一本分、それぐらいの差よ。俺は一人あらず、もののけにそういない。いざ勝負、貴殿と拙者の一騎打ちなり。島津の釣りの腕見せみ。波に乗って大思い召さるな。ごちそう。おげに楽しかも久しぶりじゃ。はよ来い、おまはんと戦いたか。軍を入れ、いざ進撃。三層、焦るな小次郎、はしゃぎやしねえ。まさかあの人までやられちまうなんて。主よ、最後までお使いしとうございました。俺はやだよ。皆の門、もっと圧力ばかけてやれ。実をなさよ。雑魚相手は両分にありません。 OK。 島津の気骨、おまはんに伝わったかね。先日老いを訪ねた虎の和子、逆境を乗り越えようと努力しておった。そうらしいな。古き楔を打ち倒すは新しきへの旭日なり。さあ旭日昇天の者たちよ、老いば倒し、天を時代を駆け抜けるがよか。行け西安、老いの命は振りかざせ。
馬藩も何を思い老いを尋ねる。さあね、ただあんたが古きの要に思えただけだ。老いを尋ねても何もしてやれん。駒藩らはすでに老いの力などいらんのよ。二つの古きが死にたい。きっと時代が新しきを求めておるのよ。若者よ、古き時代の象徴を超え、どこまでも遠くへ飛ぶがいい。どうしてまた一つ鬼色の石が積み重なりて、今も昔も変わらんのは酒の味くらいじゃ。イカズチがなびいたと見りゃもう終わっとる。若きがこうまで育っとったとはのう。雨土を開くのは老いではなし。やれ、空も遠かねえ。ガハハハハ。嬉しか、これが若き力で。これからはおまはんら若者の時代よ。おいはそれを遠くから見守るとするかの敵はあんたへとつながっていたか。政宗様、出撃の準備はできております。オーケー、最後の仕上げといくか。